ああ、ここにもないですね。一体どこに行けばあの味にまた出会えるのでしょう。あら、失礼いたしました。私ったら独り言をこぼしていましたね。改めましてこんにちは、旅人さん。私は思い出にたゆたうお狐さん。どう見てくださいな。俺はノアだ。それでお狐さんは何か困っているのか。そうですね、これもきっと何かの縁。ズバリ困っています。かくいう私も旅の真っ只中なのですが、料理を一人前に作れるようになるという名目の花嫁修行中なのです。え、お嫁さんだったの。しかも女性の一人旅って危ないんじゃ。いえいえ、まだ運命の旦那様には出会えていません。それに私、槍の腕は立ちますのでご安心を。頼もしい方ですね。しかしそんな武芸達者な私もお恥ずかしながら槍以外のことは乏しく、弱いも良い頃お母様からいろいろと仕込まれたのですが、料理が特にほんの少々苦手なようでして、包丁がわからなかったので、自慢の槍で食材を切ったらまな板ごと一刀両断したり、とろ火や弱火で煮るくらいでしたら時短しようと強火で一気にかけたら、なぜか瞬く間に食材は炭になり、昔より伝わる味噌スープを作ると真っ赤になったり、お菓子に至っては七色の形容しがたいものが出来上がりましたね。それは苦手って域を超えているような。そんな私にお母様も業を煮やしたのか、料理の基本というものを学んできなさいと一つ鞭を入れられ、こうしてお狐さんは野に放たれてしまいましたとさ。つまり料理を学びたいのか。いえ、おそらく私はそれ以前の問題なのでしょう。料理をするにあたって必要な何かを今は探しているのです。何かって。それが未だ見つけられず、なので私が幼き日に食べた思い出のものに再び出会えれば何かいいきっかけになるかと思いまして、諸国あちこち旅をしていたのですが、どうにも遠い記憶なのと品名を覚えておらず、雰囲気で言いますと多彩なお野菜が入っていて、それを召し上がるだけで気分が華やぐほどの香り、そうそう、お魚が入っていないのに風味もしました。ノア、何か心当たりありませんか。とはいえ俺も料理は詳しくないんだよな。そうだ、料理のことならクルツに聞いてみるか。探してくる。ありがとうございます。では私はここでお待ちしていますね。
こんにちは、ノア。先日のお料理の件ですが、何か進展ありましたか？探してくる。ありがとうございます。では私はここでお待ちしていますね。いつものように完璧なテレポートを見せましょう。はい、到着です。クルツ、ちょっと話を聞いてくれ。一体どうしたんだ、ノア。ある料理を探しているんだけど、いろいろな種類の野菜が入っていて、それを食べるだけで気分が良くなる香りで、あとは魚が入っていないのにそんな風味もするって感じの料理なんだけど、何か知らないか？
いきなり来て早々オーダーか。俺じゃなくて、昔それを食べたんだけど、料理名が思い出せないって困っている人がいるんだ。ああ、お前のいつものお人よしか。だが料理のことだったら俺に聞いたのは正解だな。知ってるのか？いや、わからないな。だが知らない料理というのは尺だ。少し調べてみよう。待たせたな。どうやら一昔前に人気を得た野菜のミルクスープだな。今では材料や料理人独自のアレンジを加えられ、レシピ名も変えられるも、定番料理として皆の舌に届けられていたものだ。少し待っていろ。野菜のミルクスープできたぞ。おそらく思い出の味を探していたのだろう。それに近づけたかはわからないが、気持ちは込めた。できるだけ早く届けてやれ。ありがとう。新しいレシピか。ありがたいな。早速作ろうじゃないか。何が食べたいんだ？ありがとう。このように完璧なテレポートを見せましょう。今回もパーフェクト。これか。まあ、ありがとうございます。では少しお借りしますね。これはもしや。ノア、少しはしたないですが、一口いただいても？ああ、どうぞ。では、失礼しまして。ああ、間違いありません。この甘すぎず辛すぎない優しいおつゆ、気品ある香りが鼻を抜け、脳内をシーフードが映す。思い出の味そのままで感動いたしました。これに間違いありません。ノア、このお料理の名前は？野菜のミルクスープです。まあ、なんとそのような名前だったんですね。
失礼いたしました。はしたなかったですよね。いやいや、そうじゃないんだ。その料理は俺の仲間が作ってくれてさ。しかも俺だけじゃなくて仲間全員みんなのためにって思ってくれているのかな。なんていうか、いつも真心を込めて作ってくれているんだ。だからお狐さんに喜んでもらえて俺も嬉しかったよ。誰かのために真心を込めて料理を振る舞う。なるほど、そういうことだったんですね。お？ノア、ありがとうございます。ようやく私は一つ気づきを得られました。そしてこれより私ファクシオール、一色のご恩担当お返しいたします。我が槍さばきしかと見せてあげましょう。料理は花嫁修行中ですけれどね。